誓いの言葉を重ねても何の意味があるのだろうか。俺が伝えたい言葉は一つだけ。今も燃え盛るこの思い、愛している。へえ、今月の効果画報の表示、里見せいですか。素敵よね。元教え子ながらうっとりしちゃうね、安藤先生。え、うん。冬組新トップのお披露目公演、最速でチケット売り切れたって。あ、私めいっ子にチケット頼まれてるんだった。もう取れないんじゃないですか。やばい、事務局行ってくる。奈良田先生も来て。なんで僕が。一緒にうまいこと言ってよね。もう。安藤先生。おう、里見、お前何しに来たんだ。久しぶりの挨拶がそれ。いや、忙しいの分かってるからさ。はっ、効果画報見てくれたんですか。立花先生が持ってきたんだ。どう、この写真。いいんじゃねえの。心こもってないな。しかし、お前が冬組のトップとはな。いけませんか。いや、早いなと思ってさ。10年です。10年か。あの頃、あの時、私たちは静かに自分の運命を呪っていた。